1896年7月7日、ムンバイにあるワトソンホテルで、インド初の映画が公開されていた。フランスのリュミエール兄弟がカメラで捉えた動く映像は、とある駅での汽車の到着というような持続的な話題に関する記録であった。19世紀末から100年以上、インドは世界でも最大の映画制作国として君臨してきた。驚異的な技術導入によって、比類のない芸術形式、巨大産業、国内で最も人気のある大衆娯楽となった。1912年後半、絵、写真、そして脚本に手を染めた40歳のマハーラーシュトラ州出身の人物は、ストーリーを伝えるために映像用カメラを使う決心をした。ドゥンディラージ・ゴービンド・パルケはマハーバーラタという叙事詩の中の物語、ラージャ・ハリシュチャンドラという最初の自作映画を撮るための題材を見つけようとしたのである。ダダ・サーヒブ・パルケによって作られた最初の長編映画は、王が神々によって正されるまでに、王が経験した観覧深苦と真実に身を委ねる王の物語を語ったものである。しかしパルケーが自分の初期の映画の題材としてインドの文化遺産を用いたのは偶然の一致ではない。1913年、理想に燃える法廷弁護士モハンダース・カラムチャンド・ガンディは、南アフリカからインドに帰国するよう彼の同僚に説得されていた。彼はインドの自由への闘争のリーダーシップを引き継ぐ。ガンディが国民会議派を統率し、植民地支配による暴政に対するインド人の道徳的な指導力をまとめるまでに数年はかかった。インドの人々は極端なやり方での外国人支配に対する憤りをあらわにしていた。一方、インドの文化遺産に対する再確認がインド人芸術家の作品によって明らかにされた。パルケーは後にインド映画の父と呼ばれるようになる。初期の映画の中で彼はインドで制作されるほぼ全映画のサブテクストとなる形式を作り上げた。ラーマーヤナとマハーバーラタからの寓話がインドで制作される大半の映画の基礎を成した。他のパイオニアたちがパルケーの着手した試みを推進したバーブーラオ・ペインター、ジレン・ガングリー、アルズシール・イラーニ、ビーエヌ・サルカール、ヒマンシュ・ライは革新的なアプローチ法と制作用テクニックをもたらした。また彼らはインド映画に成熟と独特の物語形式をもたらすことに貢献した。1931年頃までにトーキーが無声映画にとって変わるようになり、インド映画独自のやり方を展開した。つまり歌を挿入するようになるのである。映画産業は組織化されていた。ハリウッドの線に沿ったスタジオ形式が大半の映画制作に採用された。娯楽がもともとの動機であったが、初期の映画制作者はすでに重要な社会問題にも取り組んでいた。彼らは国家主義者的な感情の広がりを許さない英国人によって行われる検閲をうまくぶり抜ける方法も追求していた。1943年に制作されたキスマトでは、愛国的な歌の中で出てくる敵国がドイツであるという理由で検閲された。しかし初期の映画はほぼインドの
彩り豊かな神話に触発されていたが、映画制作者は他の題材の可能性を理解し始めていたので、さまざまなジャンルの映画が制作され始めた。その中にはアクション映画もあった。パンジャブメールでの怪盗ナディアという冒険物語とハンターバリは当時人気を博した。しかしこの頃、V シャンタラムのようなパイオニアも急進的で社会的な見解を伝える新しい映画媒体の可能性を探っていた。1937年、モハンマド・アリ・ジンナーはインドのイスラム教徒のためにパキスタンの成立を要求していた。コミナル間の緊張が高まっていた。政治の場では英国に対するガンディによる不服従運動の呼びかけが広まっていた。1941年、このような状況の中で V ・シャンタラムはハロー・シーを制作した。この映画はコミナル間、特にヒンドゥー教徒とイスラム教徒の調和を願った深く情熱的な訴えを表現していた。その後、貴族主義というテーマは営利を目的とする監督が好むようになる。批評家は、映画産業はインドのさまざまな地域出身の人々との共存の最たる例であると主張した。アイデンティティは多民族、多宗教社会の集まりから複合文化に押し込まれたのである。多くの映画がこのような精神を提示した。映画「バイジュバウラ」、作詞シャキール・バダイユニ、音楽ノーシャード、歌手モハンマド・ラフィ、全員信心深いイスラム教徒で、挿入歌はヒンドゥーの神に捧げる歌バジャンであった。マナタラパテハリダラシャナコアジマナタラパテハリダラシャナコアジ。ヒンドゥー教徒とムスリム教徒の共同作品は非常に良質な人種差別撤廃論者的な映画です。直接的にはヒンドゥー・ムスリム問題を取り上げているわけではありませんが、ヒンドゥー教とムスリム教の文化的な進展を喚起するものです。ですから皆さんにぜひインドの映画をご覧になっていただきたいのです。1936年、ボンベイ陶器を創設したヒマンシュライはアチュートカニャを制作した。この映画の主演はアショク・クマールとデビカ・ラーニーであった。今日古典とみなされるこの映画は、不可食先民の少女とブラフマンの少年との悲劇的な愛情物語である。ヒマンシュライは明らかに当時の政治のリーダーシップに反応を示したのであり、シティカーストの問題を公然と非難したのである。皮肉にも社会悪に対して G 運動を行っていたマハトマ・ガンディはこの映画を真剣に受け取ることを拒否した。1939年、映画制作者としてラージカプール向けの脚本家としてその後名声を得ることになる K.A. ワッバスはマハトマ・ガンディに手紙を書いた。私は賞賛のために新しい遊びをもたらしましょう。私の世代は映画で遊びを学んできました。あなたは賭け事、競馬のような社会悪の中に映画も含めています。あなたは偉大なる魂です。あなたの心の中には偏見などありません。この小さなおもちゃをください。見かけほどには無用なものではありません。ほんの少し注意を傾け、微笑んでください。ガンディが回答した記録は残らないが、独立後、映画はインドの政治を形成するのに重要な役割を果たすことになった。批評家はインドの商業映画について、題してステレオタイプの映画を制作し続けてきたにもかかわらず、過去50年間通俗的なイメージから抜け出そうと試みてきたと語った。ビマール・ロイ、メヘブーブ・カーン、グルダッタ、
ラージカプールのような映画制作者は体制側に過ちがあったことに気づいて強く反応した。商業的なマスメディアの中で仕事をしている芸術家のように自分たちの考えを伝えるために本来備わっている表現を使ったのである。1948年ムンバイはタレントのるつぼであった。ビマル・ロイはボンベイ陶器に参加するため最高の美術専門家を伴ってカルカッタから拠点を移し、すでに貴重なタレントとして熱烈な支持を受けていた。彼の映画は芸術的野心とイデオロギー的な信念が溶け合っていた。このようなことに成功した映画が1952年にビマル・ロイによって制作されたドービガー・ダミンである。1952年、ザミンダーリー制度の廃止と土地改革運動が中央政府によって施行された。物語的要素の点でドービガー・ザミンはヨーロッパの新写実主義映画の影響を受けていた。本質的にそれは激動の社会変化の中で捉えられた新しい社会秩序の描写であった。ドービガー・ザミンは国家全体に動機を与えるきっかけとなるニヘルの社会経済的ビジョンについて取り扱った作品であった。それは基本的にネルーが遂行しようと試みながら60年代初頭に打ち切り、変更を余儀なくされた中産階級の民主主義的な革命の一部でした。そこから皆さんは次第にヒンディ映画が話題を変えていくのを見出すでしょう。これは50年代末期から60年代初頭が変化をもたらす希望に満ちた時期であったからです。ニビガーの土地という言葉は、言葉を再構築する際、農村社会で話されるおそらく最も古典的な変化についての言い回しです。ラージカプールの映画も自分たちの矛盾を受け入れようとした国民の姿を描いた。ラージカプールはクワジャ・アハメド・アッバスと特別な関係にあった。彼は共産主義者でラージカプールのほとんどの映画の脚本を書いていた。しばしばアッバスは一般に流布した社会政治的な精神からストーリーを作り上げ、ラージカプールは映画の中で生きに演じてみせた。シュリー・チャールズ・オービスやアワーラーのような映画でラージカプールは社会から取り残された人々の心を掴んで離さなかった。社会秩序の歪みについてかなり公然と非難したからである。ラージカプールとアッバス・サヒーブとの創造的なコンビは究極のコンビでした。と言いますのも、現実性をもたらし最高のロマンチシズムをまとうことができる人物であったからです。しかし音楽が挿入され現実離れしたこの種のラブストーリーは、アワラー、放浪者の後に制作される映画と競争を余儀なくされることになった。その頃インドは独立を勝ち取り、メヘブーブ・カーンはすでにローティ・アール・アンダーズのような作品で映画制作者として大変な名声を得ていた。しかし彼は初期の作品の一つオーラトをリメイクした母なるインドでアイコンとなった。母なるインドは国家の叙事詩としてみなされる。この作品はラーラーの物語であった。彼女の夫は体が不自由で、彼女は二人の子供を育てた。バンデー・マータラムの叫びによって育まれたインドにとって、そのメタファーは明らかであった。
ガンジーとネルーによって指導された自由への運動において繰り返されるリフレインは本当の自由であり、また社会経済学からの自由を意味する。この自由への達成が国家政策における最優先事項であった。しかし1952年に土地改革法が施行されたにもかかわらず、地方は封建的な秩序に縛られていた。膨大な数のインド映画で表現されてきたのはその現実であったが、決して感動を与えるものではなかった。ヒンディ映画は社会的不正の犠牲者を称賛した。アミタッバッチャンほどこの神話を具現化した俳優はいなかった。अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। この頃までにその名前をよく知られるようになったアミターブの作品は、荒れ果て抑圧された社会の怒りを反映していた。ほぼ全ての作品の中でバッチャンは怒れる反抗者を演じた。愛国主義とともに国家主義が多くのインド映画の著しい特徴となった。マニラトナム監督のロージャーは新しい感情を芽生えさせた。タミル語の作品ロージャーは国境でのテロリズムが横行するカシミールという設定であった。この作品はヒンディー語版に引き換えられても大ヒットした。愛国主義という概念は当初マノージュ・クマールのトレードマークとして作り上げられ、同時期のヒンディー映画はしばしばこのような感情面をテーマとして扱った。映画はムンバイでのみ制作されていたわけではなかった。先駆け当初から映画産業はカルカッタとマドラスで繁栄した。南インドにおいて映画産業は活況を呈した。カラフルなポスターと広告用看板は売り上げを上げるために作られた手段であった。しかし映画に社会との明瞭な関係を与えたのは政治情勢との密接不可分なつながりであった。1949年、ドラビダ・カラガムと呼ばれるペリアールで始まったタミルナード州における運動は分裂した。ドラビダ・ムニトラ・カラガムと名付けられたセグメントを率いていたのは CM ・アンナ・ドライという劇作家兼映画脚本家であった。アンナと彼のチームは映画を利用して中心的な社会メッセージを広めることにあった。DMK はブラフマンの優越性について議論し、異常なカースト制度へ挑戦することに取り組んでいた。これは DMK に論理的根拠と重要なテーマを伴った映画のブランドを与えた。その後数十年間、映画はイデオロギーの浸透に最も強い影響力のある手段となった。3度タミルナード州の州首相になった M. カルナニディは1952年、自分の妹を強姦しようとして僧侶を殺害する一人の若者の話であるパラシャクティを書いた。裁判所における弁舌、裁判所の場面は DMK の心情を公然と説く、このようなジャンルの映画制作の典型となった。国家主義は盛んだった間、娯楽メディアと政治はお互いに利用し合っており、政治目的のためにこれを利用したのがドラビダ運動でした。それには2通りの総合作用があり、一つは自分たちの考え方を広めるために映画を利用することであり、もう一つは政党の影響を拡大するために映画俳優の人気を利用することでした。それが二通りの利用方法でした。しかし
DMK が用いた言葉によってインドの映画史上前代未聞の流行を生み出したのはマドゥ・ゴパーラメのラーマ・チャンドランすなわち MGR であった。そのほぼ全ての作品で MGR は恵まれず社会から取り残された人々を演じた。先制的な制度に反抗し打ち破る人物がスーパーヒーローとなる。それは正義の執行者のイメージと社会変化の指標であった。1977年 MGR が政界に入った時タミルナード州の州首相になり、1987年に亡くなるまでその地位を維持した。テルグ映画産業で有名なアンドラプラデシュ州ではナンドムリタラカラーマラを略してNTR がそのアイコンであった。彼はヒンドゥー神話の神々を演じることをもっぱらとしていた。彼には数知らないファンがおり、実生活では神として祀られた人の地位を与えられた。彼はうまく政界に飛び込んだ時、テルグのアイデンティティの再主張をイデオロギー的な攻撃手段として利用した。 NTR はアンドラプラデシュ州の州首相の座に就いた。しかし彼の成功によって再びこの地域の映画と政治の間に存在する異常なほどの結びつきが強調された。 NTR ナンドムリ・タラカ・ラーマ・ラオが神を演じていた時、現実の中で映画を映すものは何もありませんでした。私たちの間では何時か神、つまり人格心が正解に入るであろうという信仰がありました。だから神や神のようなものを表現できる人の中には社会悪から自由であることもできる。そうして NTR はテルグデサムという政党を組織し、テルグデサムというオーラをまとったのです。当時それはクリシュナ神の軍団のようでした。それは善と悪との戦いでした。インドの商業映画が映画を鏡およびテーマとして用い、インド文化がうまく描かれてきたのはインド映画の巨匠が芸術面で成功を収めたからである。サッチャジット・レイは映画を使って農村生活の人間性を称えた。変化の中で社会を支配すること。 ジャルサーガルでサティアジット・レイはサブカルチャーが廃れ荒削りであるが新しい体制にとって変わられていくのを記録する。 JV では伝統的な考え方の迷信とともに現代の科学に立ち向かう。彼のその後の作品は現代インドの価値体系の解釈に切り込んだものである。レイと同時代の人であったリトビック・ガタックは映画を使ってインドの分割によるトラウマと国を追放された人々の苦難を表現した。他方、ムリナル・セーンは映画を使って少なくとも初期の作品では社会を記録した。論陣を張る政策では吸収的な社会変化を議論した。全国の真剣な映画制作者は映画を使ってインドの計り知れない難問を投げかけた。
हजूर को पारा कृष्णन को अरविंदन श्याम बेनेगल गोविंद निहलानी彼らは芸術形式を用いてインド独特のタペストリーを織り上げた。時にはそのような形式を用いて批判し、時には偶話を使って議論の核心をついた。映画は娯楽の中で最も説得力のある手段である。商業映画産業は10年ごとにパーソナリティとスターを生み出し、国家のムードを描いた。毎日映画館に集まる何百万という国民にとって、インド映画はいかに夢を見るかを教える一方で、インドの成立についても記録してきたのである。バンデーマータラム、バンデーマータラム、バンデーマータラム、वंदे मातरम्। सुजलाम सुजलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम्। वंदे सुजलाम सुजलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम्। वंदे 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 मातरम्। वंदे 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 मातरम्।